俺の名前は下田。今年の春からショッピングモールを手掛ける飯種ホールディングスで働いている。明日の打ち合わせは13時からだぞ。わかりました。俺の人生は順風満帆そのものだ。俺の配属先は営業部署。成果報酬で給与が割増されるし、結果を出せば数年で年収1000万円稼ぐことも夢ではない花形部署だ。下田、この資料よかったら営業資料として使って。了解っす。うちの先輩はみんな面倒見がいい。俺に仕事のフォローをしてくれる。ただその反面面倒なこともある。月に一度部長による相談会という名の飲み会がある。部長の吉田さんが入社して間もない社員に悩みを聞くというものだ。部長、仕事で大切なことって何ですか？結果が全てだ。だが強いて言うとすれば感謝の気持ちだな。ありがとうございますが武器になるぞ。どんなことにも感謝をすることが大切だ。感謝の言葉？いつの時代だよ。今は実力主義の社会。儲けた人間が勝ち組だ。ありがとうなんていくら並べたって仕事は務まらない。心から感謝しなくなったら人間終わりだぞ。部長って恩着せがましい面倒な人だったのか。感謝の言葉なんて上辺だけだし、それが武器になることはありえない話だ。契約ありがとうございます。よろしくお願いしますよ。心を込めた感謝の言葉よりも大事なことは相手をその気にさせることだろう。気持ちがこもってなくてもありがとうって言えばいいだけ。心の底から言う必要はない。もちろん失敗することもある。営業先に資料渡してないだろう。次回からは打ち合わせの時に渡すように。了解っす。俺は1年目の新人だからか、ミスは部内でフォローしてくれるのだ。そのおかげで失敗しながら俺は成長できる。この会社は俺にとって好都合な場所だ。今月の成績は下田くんがトップだ。おめでとう。感謝の気持ちがなくても結果は出せる。ありがとうを言え。そんなのクソくらいだ。こうして俺は会社での地位を確実なものにしていった。5年後、俺は結果を出し続け実力を買われショッピングモール出店プロジェクトリーダーに任命された。部長からの任命だ。責任は重いが出世がかかっている。なんとしても成功させるぞ。下田さん、明日の会議で使うかもしれない予測データの資料を作っておきました。この資料必要か？まあ必要だったら使うわ。ああ、お願いします。プロジェクトが決まれば報酬も大きい。部下のモチベーションも高かった。プロジェクトは順調に進んでいたわけではない。素晴らしい計画だね。ただ出店地候補の売上予測に根拠がないと今この場では決められないかな。そうですか。あ、売上の予測はこちらの資料に。あの資料が役に立つとはな。あいつ使えるじゃん。なんとか社長を納得させて会議を成功させることができた。こうしてプロジェクトチームの企画は成功し打ち上げをすることになったのだが、あれ、参加者3人？そうなんですよ。せっかく飲み会を開き、ためになるようなことの一つや二つを教えようと思ったのだが、みんなプロジェクトに精一杯で疲れているのかもしれない。このプロジェクトの成功で俺の評価も上がり昇進も近づいているだろう。そう思った矢先のことだった。プロジェクトの成功おめでとう。吉田部長。だが君は問題も抱えてるようだ。下田さんの元では働きたくないって言葉も少なくはない。いくら君の実力が高くても部下を育てられなければダメだ。は？俺が結果を出したのになぜ仕事を回さない？若くして結果を出した俺に嫉妬しているのか？俺がいなきゃ成功してなかったのになぜ評価をしないんだ？この会社は見る目がないのだろうか？まあいい、この調子で契約を進めていけば OK だ。さらに候補地を出して出店の計画を進めていこう。そう意気込んでいたのだが、飯種スーパーに？なんで俺が異動なんですか？申し訳ないが上の方針でね。なぜか俺は子会社のスーパーへ移動することに。本部から子会社へ移動なんて左遷じゃないか。
だが現場で結果を出せば再び戻れる。そう思った俺は、全店舗の中で一番の売り上げを目指しましょう。パート、アルバイトに徹底的に仕事のやり方を教えた。結果を出せば本部も俺を放ってはおかない。俺を飛ばしたことを後悔させてやる。島田さん、新学期用にポップを書いてみました。どうですかね。こんなダサいレイアウトで客呼べると思う？別のものにしてよ。そもそもポップ作る暇があるなら他の仕事してよ。相手はアルバイトだが1ヶ月容赦なく鍛えた。売り上げの出し方を教えればきっと結果が出るだろう。そう思っていたのだが、俺が就任してから売り上げは右肩下がり。それどころかクレームは増える一方だ。ちっ、あいつらこんなつまらないクレームを起こしやがって。このまま売上が下がりクレームが増えればまた異動になるかもしれない。どいつもこいつも足を引っ張りやがって。今月のシフトも全然入ってないじゃないか。パートやアルバイトがシフトを埋めようとしてくれない。なぜだ。やはり人手不足、時給が安いから。全く理由がわからなかった。下田さん、あんたなんでうまくいかないかわかる？いやクレーム多いからでしょうね。あなた方も仕事にやる気がないように見えますし。その原因はあなたが店長だからなのよ。私たちあんたのやり方に納得いってないのよ。私は飯種スーパーで働いて20年にもなるけど、現場の社員さんは丁寧な人が多いよ。すれ違っただけでも声をかけてくれる。あんたはどう？何をやってもらっても当たり前。人を褒めることも感謝を伝えることもない。やるのは当然のような態度をとってねぎらいの一つもない。それじゃ人はついていかないよ。あんた吉田さん知ってるだろ？吉田部長？そう、吉田さんも昔はあんたみたいに偉そうな人でね。でもアルバイトの藤川くんにありがとうを言わない社員の下で働けないと言われてから心を入れ替えてね。あの時から吉田くんはいい店長になったのよ。その時吉田部長の言葉を思い出した。ありがとうが武器になるぞ。当たり前のように仕事を指示し、ありがとうなんて一切言ってなかった。だってそれが仕事で、それで給料をもらっているんじゃないか。しかし仕事はチーム戦で、俺一人の力じゃ結果は出せない。これまでも部下の助けや部長の助けがあって実力を発揮できたのか。ありがとうございます。俺本当に大切なことは何か忘れていたと思います。分かってくれたならいいのよ。あんただって一生懸命やってるのは知ってるんだから。この日から俺は心を入れ替えることにした。心を入れ替えると言っても簡単なことだ。商品欠品しそうなんですが発注しておきました。ありがとう。いつも細かいところまで見てくれて助かるよ。些細なことでもありがとうと感謝の気持ちを伝えた。もちろん上辺だけじゃない。相手の手間や苦労を想像すれば自然と言葉は出てきた。心から感謝しなくなったら人間終わりだぞ。ありがとう、たった一言なのに難しい。この言葉こそが人を幸せにする言葉だったのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。